はいどうも、英語です。今回は、熱中症対策についてちょっと紹介したいと思います。熱中症対策にスポーツドリンクを推奨しているところは結構多いんですけど、個人的にはあまりおすすめしないです。麦茶に塩少々入れて飲んでいます。ちょっと糖分が多すぎるんですよね、スポーツドリンクは。熱中症に必要な栄養素が水分と塩分とカリウムなので、そのカリウムを補えるようなもの、夏野菜とか果物とかそういうもので補えています。夏場でもあえて長袖着用、これの理由は直射日光が肌に当たるとすんごい疲れるんですよ。それを避けるのに長袖着用なのと、あと汗をかいて気化熱が発生するので結構涼しいです。ポリエチレン製などの服装はちょっと熱が逃げづらいので他の素材の方がいいと思います。首筋が直射日光当たると、めまいがします。最悪ぶっ倒れます。最悪亡くなっちゃう方もいらっしゃいます。何人も見てきてます。なので自己防衛はちゃんとしましょう。個人的にこれおすすめなんですよね。朝はあったかい飲み物を飲んで体を起こすみたいな、そういうサイクルはおすすめです。胃腸が弱くなると体も弱くなっちゃうので、先ほどスポーツドリンクをおすすめしなかったのはこれの理由です。ちょっと砂糖が多すぎるんですよね。これを1日何本も飲んでると体がおかしくなりますね。すごいだるくなります。なのであまり飲まない方がいいと思います。次は夏場の現場でだいたい持ち歩いてるものですね。クーラーバッグの中に保冷剤を2個ぐらい入れて、簡易おしぼり入れて、あとタオルとか入れて、それで乗り切ってます、一日を。中身がだいたいこんな感じです。簡易おしぼり100本で400円ぐらいかな。あと保冷剤が1個200円ぐらい。あと小分けになんかフリーザーバッグみたいな、こういうのにおしぼり入れてます。でこれがクーラーバッグ、700円ぐらいでしたね。あとギャッツビーも入れてます。これが結構気持ちいいんですよ。フリーザーバッグの中に観葉しぼりを10本なりそのぐらい入れて、あと他の職人のためにも数本用意してあげて、そんな感じですね。建築とかだと詰め所とかがある現場が多いんですけど、土木だとなかなかないんですよ。詰め所があってもクーラーがないとかそういうのも結構あるんで、自分らでなんかオアシスなり逃げ場を作らないとかなりやばいんですよね。そんな感じでやってます。それではまた他の動画で会いましょう。お疲れ様でした。